これで我が社は幼稚園児が作ってる新聞としては九州で最大になったぞ。いや多分幼稚園児が作っとるってなったら、日本全体で最大なのでは。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。若干ちょっと声が裏返ったけど見てあれ、めっちゃ普通に歩きよんよ。私横通ってきたけど特に何も襲われんかったということで、ちょっと新聞社に入りたいの私は。はい、入ります。お久々の。どうした何を見てるんだ。このシチュエーションはドラマならこんなナレーションが流れるシーンだわ。新聞社の助手で大学生のヨシコは年の離れたキャップのことが大好きだ。いつもロッカーの陰に身を潜めてキャップの姿を目で追うけなげなヨシコ。キャップの一挙手一投足を密かに応援しながら燃え死にしそうになっている。どういうナレーションどういうなんてね。ってかキャップのこと好きやったん、マジで。まあそりゃあね、奥さんお亡くなりになっとるけんいいんやろうけど。お姉さん張り込み中の刑事さん、どうしよう。そんな驚き方あるあなたいつからここにいたの。し、星が逃げますぞ。本当にびっくりしたんだから。このシチュエーションはドラマならこんなナレーションが流れるシーンだわ。背後から忍び寄る怪しい影、果たしてその正体は。ほら、野原慎之介5歳。私は黒髪よしこ、大学生なんだけどこの新聞社でバイトしているの。今自己紹介、つまり帰ろうとしたんだけど時間を戻されてまたやってきたってこと。あ、そっか、2週目まだ会ってなかったっけ。そういうことか、びっくりしためっちゃデータ消えとんかと思った焦る。信じられないかもしれないけど本当だぞ。それは大ニュースすぎるしんちゃん、私信じるわ。あと私との約束の話も多分本当ね。もしあなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら、約束通りあなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習のお約束パート2。おっと、これは珍しいお客さんが来たな。何度も来てると思うけど、いや今回は多分初なんだよこれが覗いてる。おや、しんのすけはいいカメラを持っているね。うん、新聞記者ができるカメラだぞ。おお、それはすごいな。というわけで先週と同じように、しんのすけは前ある子供記者に任命されたのです。一緒来た。いい記事ができたらお小遣いをあげるよ。シュポーシュシュポポシュシュポポ。めっちゃ大量にあるけんさ、どんな感じになるかな。今日はどんな記事ができた。こんな感じで。見て見て、これは歴史に残る大スクープだ。やったね、すごいぞしんのすけくん全体的にいい感じ。めっちゃいい感じじゃない。どこから乗ってなかったんやろ。すごい前からじゃないねえ、やばいね。しんのすけ記者の記事による新規契約数は2011人。やば、お小遣い980円をもらった。ありがとうございます。やったね結構長くじゃない、5歳児にしては。紙面になったものはすぐそこのロッカーに貼ってあるから見てごらん。誰もが面白い記事を求めている。しんのすけくんも我が新聞社の発展のため。前回さ、よしこちゃんのこういう描写あったっけ。頑張ってくれたまえ好きそうな感じ。まあなんでこんな小さいところで働きよんやろうみたいな疑問はあった気がするけど。麻生壁新聞、巨大生物調査進まず本社キャップ語る。そして恐竜バトル、しんのすけ記者が順。なんで準優勝の方なんよ、優勝の方使えよ、おい。お小遣い300円達成への道。300円どころじゃないけどね。今全然300円どころじゃないっすよ。めっちゃ行ってますよ。めっちゃ好きっすね。今、新聞社の状況はこんな感じ。どんな感じ？今日プラス2011人ね。新聞が大躍進、売り上げがすっごい伸びてるよ。さっきの今で活躍だね、しんちゃん。ありがとう。お、何、目標達成。現在の発行部数、目標数、お、めちゃくちゃ超えとるやん。500目標やったんやね。よし、我が社が大きくなった、君のおかげだ。これでなんかさ、
内装とか、外から見た感じとか変わったらね、なんか達成感あるけど、そうでもないんよね。ありがとう。なんか変化ないんかな。おめでとう。2階に行けるようになるとか。しんちゃんのおかげで売り上げが伸びて新聞社が大きくなったよ。次の目標は、新しい新聞の名前は、お、新聞の名前が変わるの。アッソータイムズ、ちょっとおしゃれになるんやね。販売数が増えたのでボーナスを支給します。おめでとう。靴、あ、そういうこと。HP が50アップ。お、必殺技攻撃が50アップ。やったやん。次は次は、今新聞社の状況はこんな感じ。次の目標は、新聞が大躍進、大活躍だ。あとちょっとや。あとちょっとよ。次2500や、目標。頑張ろう。目標には新聞記事の元になる出来事がたくさん書かれている。頑張って目標を達成しよう。頑張ります、私。まだおったんか。あいつまだおったんか。お、ヒロシがおるやん。びっくりした、頭ちゃん。ヒロシが、おっと、ぶつかった。びっくり。大きくてかっこいいぞ。今日はお休みの日なんかな。あ、土曜日やけんお休みなんか。どうした？あ、そっか。あの恐竜を眺めよるわけやね。さっきから見慣れない恐竜がいるんだけど、多分気のせいだよね。それとも幻覚？疲れが溜まってるのかな？いや、幻覚じゃないよ。新しい恐竜が来たね。ちょっぴり怖そうだけど、今度もきっと僕らと友達になれるよ。新しい恐竜が来たね。カズマは友達になれると言ってるけど、本当かな？でも今ちょっと喜んだような反応やったよね、キネちゃんも。あ、もしかしてヒロシもあれを見よる？よ。朝からなんだか騒がしいけど、活気があるのはいいことだな。あ、そういう、そういう反応ですか。ほら、腹が減ってもう歩けないぞ。ちょうどここで。ただいま。お腹が空いたので帰ってきました。しんのすけ、どこ行ってたの？心配したわよ。すいませんね。てか、新しいメニューとかはできたんかな？さっきからなんだか聞き慣れない恐竜の足音が響いてるけど、今度も可愛いやつだといいな。え、怖いやつ？何それ、どういう意味？いや、そのまんまの意味だよ。本来の恐竜だよ。てか何、足音で聞き分けれとん。マジで凄すぎん。そんな感じ。え、怖いのが来たって？どんなやつなの？見ておいで、すぐそこにいるよ。お、一気に日が暮れた。さっきやってきた恐竜ってティラノサウルスに似てるよね。でもゆうちゃんに言っても信じてくれないんだ。直接見るのが一番よ。そしたらわかるよ。みんなめっちゃ見よるね。多分そろそろ、シロが迎えに来ると思うけど、もうちょっと遠くへ。そろそろおるんじゃないんかな。おったおった、ジローさん。ジローさんも見よったよね、あの時。こりゃまた随分激しいのが来たね。最も凶暴な恐竜と言われているティラノサウルスに似てるんだが、まさかね。いやー、どうなんやろうね、そのまさかかな。お、シロ。どうもどうも、回り込まれとった。迎えに来てくれたようです。帰りますよ。ちゃんと帰ります。いただきます。いただきます。いただきます。我が所は新之助記者の活躍で、大幅に発行部数が増えたんだ。でかしたぞ、新之助。おめでとう、しんちゃん。増えた発行部数に見合うよう、新聞の名前も新しくしたよ。新しい名前は、アッソータイムズ。これで我が社は幼稚園児が作ってる新聞としては、九州で最大になったぞ。いや、多分、幼稚園児が作っとるってなったら、日本全体で最大なのでは。まあ、なんて素敵なことなの？よかったな、しんのすけ。シュポー、シュシュポポ、シュシュポポ。だってどこにもないよね、きっと。
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あれは怖い。お、見たか。不覚にも恐竜には草食と肉食がいるのを今日まで忘れてたよ。平和ボケしすぎやろ。どう違うの？牛さんは草食、モーって鳴くやつ。ライオンは肉食、ガオーって吠えるやつ。やっぱり肉食は怖いよね。と言いつつ、うちも今夜は肉だったりするけどさ。はっはっは。ま、自分たちも。人間は雑食ということか。さすがにまだ被害は出ていないけど、本当に大丈夫なんでしょうか。どうなんだろう。そうだ。ティラノサウルスの呼び名を決めないとね。名前はちゃんとつけるんやね、また。しんちゃんならあの恐竜をなんて呼ぶ？ティラノーン、恐ろしさ特大号、スペシャル強そう。めっちゃ弱そうやん、なんか。ティラノーンって可愛くない？響き。めっちゃ好きなんやけど、ティラノーンにしよう。こうして今回も恐竜のニックネームが決まったよ。可愛いニックネームになった。でも怖い怖い言い寄る割にはやっぱりいつもの日常って感じないね。いやー、いい風呂だな。全然くつろいどるよね。しんのすけ、今日は何して遊んだ？父ちゃんと風呂に入ってあげたぞ。上から。おお、それは良かったな。一応会話に入ってくるよね、ひまちゃんは。夜は外に出ちゃダメよ。出たい時はママも行くから声をかけてね。声かけたぞ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことで、一応ニックネームとかもつけたけど、どうなん？朝の体操とか現れる感じ？ティラノも。さすがにそれはないか？危険そうやし。場所もないかな？わからん。